はい、こんにちは。こんばんは。浦尾本です。えー、本日はですね、こちら、Y のセラフ、紹介していこうと思います。こちら、まあ、つい最近発売したという理由で、ちょっと選んでみました。えー、3月9日ってなってますけど、まあ、実際は3月の4日とか、そこら辺かな、ね、発売したやつですね。えー、こちらは3人体制、何度作ってまして、まあ、こちら見てわかる通り、えー、原作が、鏡高みや、コンテコンテ構成古谷大輔で、作画が、山本大和の3人ですね。えー、こちらは、ジャンプスクエアの2012年の10月号から、 連載が始まってるもんですねちなみにこれはあの原作ってなってるんですけどそのでに小,小説とかであるその原作をコミュカルライトしたものではなく、えー、漫画用に原作を作成してそしてさらにそれを構成して最後に作画というその漫画を漫画が始めですねもう漫画のための原作と構成ですねとなってますでもう山本山本さんっていうのはイラストレーターの方ですね で,その3人で作ったやつですね、えー、で内容を説明すると、えー、なんだっけそうそう、えー、突然発,電した、まあ、発生したウイルスでもう,もう大人たちが片っ端から死んじゃってもう世界の滅亡みたいな感じにの状況に陥られた世界で、えー、と人間がその吸血鬼に支配されてしまうしまった世界ってなんかそう人間の大人たちがいっぱい滅んじゃってで吸血鬼っていう存在に 他の生き残った人間たちがもう家畜として支配されている世界から物語は始まります。でまあ主人公がねその、まあえっと、地下でその家畜のように扱われてたんですけどその家族と一緒に逃げようって言って頑張って脱出を試みるんですけどもうその全員殺されちゃってで主人公だけが生き残って復讐を誓うっていう、まあ、まあよくある展開といえばよくある展開なのかなと思います。たただまあ本当に崩壊した世界で 人間とは何吸血鬼とは何そもそも吸血鬼を倒す、あまあ、吸血鬼がいるんだから当然吸血鬼を倒す機関もいるわけで、で吸血鬼を倒す機関とはみたいな、そういういろいろな思惑とかしがらみ、あとはまあ仲間同士の連携とか、まあいろんな話が絡みついてくるので、まあ、とてもなんていうか読みやすい作品かなと思ってます。まあ、何を置いてもですね、まず表紙見てもわかると思うんですけど、絵がいいです。はいあのー この山本山本本さん前回そのく、くれないっていう漫画を描いてたんですけど、その紅でもやっぱりとても絵が良くて、すごい好きでしたね。でもさすがイラストレーターって感じです。でもですね、原作構成が入ってるからかもしれませんけど、すごく読みやすいんですよね、漫画としても。単純にイラストレーターの、この山本、山本さんの力がすごいのかもしれませんけど、漫画としてもとても読みやすいので、よくあるイラストレーターの漫画って読みづらいよね、的な。 そういういい風なな心配はないですこれはとてもとてもそれはもう当然ですよねイラストレーターはイラストレーターですから漫画家じゃなくてそれ当たり前の話なんですけどでまあ、そういう心配はしなくていいのかなと思います。<laughs> えっとあとはですねそうですねそのまあもう18巻って結構長い間続いてるんですけどまあ、ざっくり内容で言うとその少年史的に1個の戦闘で何話も何話も続くというわけではなく本当に1話1話の中でいろんな展開が常に常に,常に発生し続けて ここまで来てるってまう、あ、青年史的な展開ですかねがあるのでそのかなりかじっくり読めるというかあの、まあ、あの箱庭的な世界ですし登場人物もそこまで多くないんでいろいろ感情移入しながらあの物語の展開っていうのを楽しみにできる作品かなと思ってます、まあ、主人公たちの年齢が、まあ、少しで結構低いっていうのも、まあ、キャッチーな部分ではあるんでしょうねきっと、まあ、もうだいぶ確信に近づいてきてるとは思うんですけど 果たして今後どのような,どのようなその結末を迎えるのかそのすごく楽しみにしていこうと思います。まあ本当にこの人は絵がいいです。あと漫画的にもすごい何て言うか見やすいんですよね。ネタバレしなそうで見やすいページを探してみましょう。まあこれでいくか。白黒のコントラストがすごく映える。とても見やすい内容ですね。ということで、えー、今後も楽しみにしていこうと思います。 えー、終わりのセラフジャンプスクエアで18巻で原作が鏡高谷さん漫画が山本高也山本和さんコンテ構成が古谷大介さんの作品でしたではまた次の動画でお会いしましょうさよなら